さあ、まあね、料金所通りましたよ。9300円やったな。静岡から9300円やったら、まあまあ安いよね。安い。でこっからね、京都縦貫道、高いのよ、これ。京都縦貫道、高速代が。あ、走ってる車少ないからやろな。めちゃめちゃ高いねん、これ。どっかでも降りなあかんわ。亀岡4キロ。ああ、亀岡はちょっと手前すぎるよな。あ、ちょっと寄り道したくなるしな、亀岡で降りたら。もう今日はプラモデル買えへんねん、もうさすがに。あのね、ストライク G やな。静岡のね、静岡にあったあの、静岡サービスエリアのあの、ストライク G で10何万使ったんやで、12万5000ほど使ったのかな。ストライク G で12万5000ぐらい使ったんや。ジャケットスカジャンやな。ガンダムスカジャンとか、ガンダムスカジャンに、まあ、シャア専用オーリスに合うシャア専用ブランケットシャア専用ブランケットで、シャア専用スカジャン、スカジャンや、あれ薄いジャンバーやな。34,000円とかやねんな、あれ。ストライク G やったら34,000円で買ってよ。ほんでシャア専用のあのあれや、ブランケット買って、であとあれ、まあどうしようかなと思ったけど、まあ、どうせね価値が下がることないから多分使うこともないと思うけど、あのシャア専用のあのポーターのカバンやな。ポーターっていうね、ブランドのちょっとこういいポーターのカバンがね、ストライク G で置いてあって、そのねポーターのカバンがね6万なんぼすんねん6万なんぼすんねんで、ポーターのカバンって。まあ元がね3、4万するもんやねんけどやで。それ買って、であとあれやね、あのオートバイ屋さんやな、オートバイ直ってくるから、オートバイ直って帰ってくるから、あと半年ぐらいしか使えへんけど、串谷やったかな、串谷ブランドやねんけど、串谷のねシャア専用グローブみたいなのが売ってて、ストライク G で14,000円やね。痛い、14,000円、痛いでみたいなところで、結局12万なんも使ってやで、で現金で払って、現金でそれ全部払って、で、D ポイント貯めたやつガソリンで使ったみたいなね、溶かしたみたいな。痛いねー。ほんまはなんか車見に行って買いに行ってやで、あと帰りにねちょっと良さげな車があったらと思って持ってきた現金があったんやけど、まあ、それは使うんですんだけど、財布の中のお金がほとんどなくなったもんな、ストライク G で。当分ちょっと質素な生活いいんだったら当分質素な生活をね。スカジャンやったかな。スカジャンとね、スカジャンはね、ちょっと知ってる子にあげようかなと思って買ったんや。ちょっと知ってる、ガンダム好きな子がいてるから、ガンダム好きな子がいてるからね、その子にスカジャンやって LL かなんかやねんな。ちょっと M はちょっときつかったからやねんけど、 LL にして、まあちょっと僕もちょっとだけ何回か来たらあげて、ポーターのカバンはまあちょっと僕考えようかな。ブランケットはね、ブランケットはあれしようって、キャンピングカーで使わせてもらおうと思って。ムカつくけどね、ムカつくけど、ストライク G はね意外とね、生地は悪くないね、ストライク G っていうやつは。元は悪くないね、実はストライク G は。 T シャツとかも出てんけどな、あんな T シャツなんかに5,000円とかよう払えへんもんな、T シャツに5,000円とか。
やったの今日は。まあ新幹線で、特急と新幹線だけでも1万3、4千かあったのか。でガソリンと高速代がやっぱ同じぐらいやねん。けどこれ陸送やな、陸送業者に頼んだら6万ぐらいかかる、6万から8万ぐらいかかるのかな、静岡からやったら。やったら乗って帰った方がええもんな、テストがってないけど。まあ日本車やから壊れてることはないけどな、外観もきれかったし。ETC カードはドゥカティに積んだままやみたいな